赤堀大地は、静岡県掛川市出身の元プロ野球選手。掛川西高校時代は、投手として2年時の夏からエースを務める傍ら、中軸打者として、通算22本塁打を記録。しかし、3年時の夏に、全国大会静岡県予選の準決勝で、生成工業校に敗れるなど、在学中には春夏とも、阪神甲子園球場で、 開催の全国大会に出場できなかった。立正大学への進学後に野手に転校したが、1年春にはベンチ登録から外れた。1年秋から外野手のレギュラーに起用されると、チームは東都大学の2部リーグで優勝。さらに入れ替え戦を制したことで、1部リーグへの昇格を果たした。4年次の秋にはチーム総部61年目にして、 初の一部リーグ優勝を達成。さらに、第40回明治神宮野球大会でも優勝を達成した。一部通算60試合207打数39、アンダ14打点3本塁打5盗塁、打率242。大学4年時にプロ死亡届を提出したが、2009年のプロ野球ドラフト会議で、どの球団からも指名されなかったことから、卒業後に、 社会人野球のセガサミーに入団。セガサミーでは1年目から公式戦に起用された。2年目から主力として活躍すると、同年には第82回都市対抗野球大会にも出場した。プロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから4巡目指名を受け、入団へ至った。背番号は31。同会議ではセガサミーのチームメートである。 宮崎敏郎も同級団からの6巡目指名を受けて入団している。2013年にはイースタンリーグ公式1105試合に出場。打率は230ながら8本塁打37打点を記録した。また9月下旬からは1軍に昇格。同月30日の対東京ヤクルトスワローズ戦では6回表に代打に起用されると 村中京平から二塁打を放って一軍初安打を記録した。2014年には一軍公式戦への出場機会はなく、2015年には9月12日の対読売ジャイアンツ戦で代打として自身2年振りの一軍戦出場を果たした。しかし、ハーフスイングながら三振に倒れると、翌13日に出場選手登録を抹消。 抹消後も一軍復帰を果たせないまま、10月4日に、球団から戦力外通告を受けた。現役続行を模索したが、2015年11月10日開催の12、球団合同トライアウトに参加しなかった。2016年からは、社会人時代の古巣、セガサミーへ4年ぶりに復帰。2018年シーズンをもって、現役を引退した。2019年6月、 神奈川県川崎市内にマッサージサロンをオープン。また2020年1月から横浜 DNA ベイス,スターズベースボールスクールでコーチを務め子供たちへの野球指導を行っている。恵まれた体格で身体能力が高くパンチ力のある打撃に加え50メートル走6秒0の瞬速を生かした俊敏な守備にも定評があり。 本人は遠藤115メートルの強敬に自信を持っている。好きな言葉は気合。大柄の体格や小青表の風貌から DNA 時代にはチームメイトや球団関係者に浜のチンピラと呼ばれていた。もっとも赤堀自身の弁によれば性格は素朴であるという。ありがとうございます。